劉福元は、新朝末期の中国同盟会の文派の一つである、文学者の発起人で、武将起義を計画した一人。別名は南時、字は、行清、または、行清、陽心。湖南省、上徳府武陵県の出身。武将起義勃発直前に、古行総督の随清により、法祖藩、陽広島勝と共に残主刑に処され、 法流量三列士と呼称されるようになった。劉福元、放送藩は新軍に捕らえられ、反乱事件の首謀者として、斬首刑となった。劉福元は、公所10年12月5日に、農民の家庭に生まれた。古縁部、おおっとこれの書籍の影響を受け、開始層を持っていた。1904年、劉福元は、武良県の高校を卒業後、湖南歌廊会で活動した。 同年に、高校、宗教人、そして、歌老会小南の狩猟和福駅が、新庁に対する放棄を計画する際に、彼らに加わり、上徳や、近隣の小生地域を担当した。放棄後は、上徳の柳箱に逃れた。翌年4月、劉福元と和福駅は、高校での放棄に、再び失敗、和福駅は逮捕処刑された。竜福元は日本に逃れ、 8月に東京で中国同盟会に参加した。1906年、劉福元は武漢経由で中国に戻り、劉政安が率いる日地会に参加した。調査に戻った後、彼は地元の人民日報と中西法の発行を担当した。同年夏、宇野ボラの組織が沈天下と洋広資業の埋葬を行い、湖南革命の機運が高まった。 しかし、宇野ぼが逮捕されると、劉福本は上徳を逃れ、省欲部と連絡を取りながら、人員を集めに奔走し、頭角を表すようになった。一時は、上徳義音寺を設立して、小政革命を起こそうとしたものの、当局の役人、両政英に察知されてしまい、劉福本は省欲部と共に、上海に逃れた。その後、中国同盟会の会員である、楊拓林の、 協業巡邦の運営を補助し、中国同盟会に小翼部を紹介した。1907年、両校総督の探訪の視察を試みたとして、陽太クが逮捕され、協業巡邦は出版停止となった。劉福本と小翼部はそれぞれ故郷に潜伏した。1909年秋、劉福本の兄である劉星清は、劉福本を小翼部が 観光で活動する商務法へ誘い、劉福元は会計と編集長を務めた。彼と商欲部と仙台妃は新聞と定期観光物を拠点として仲間を集め、地元の革命団体である軍師学者との関係を確立した。1910年、立憲派の用宅を処罰しようとしたため、劉福元もイギリス警官に8時間拘束され、商務法も 活動停止を余儀なくされた。軍師学者の社員はほとんど新軍兵士であったため、劉福元も新軍に入隊、第21混合協41票に配属される、傍らで革命工作を行った。だが、この判断は当局に軍師学者の存在を気づかせることとなり、9月18日、劉福元は軍師学者を新武学者と改名、養護法を社長に任命した。 実態の活動としては、すべて劉福元が取り仕切っていた。やがて、随清氏が、国行総督となると、革命党員への警戒が厳重になったため、養法と李六所は辞任し、劉福元と、小翼部は引き続き組織活動を引いた。翌年1月、新部学者は文学者に再編され、劉福元が、評議部長に任命された。劉福元は、 文学者の仲間を募集し、宣伝活動を行うと同時に、共振会との連携を推進し、名声を高めた。9月、文学者と共振会は、湖北革命軍総指揮部を組織。劉福本は総会において、朝定役となった。彼は三人及び、湖北革命軍総司令部の三人の軍事準備官の、長に任命され、武将機器の行動計画を策定した。 決起は当初10月6日に予定されていたが、湖南省での資金調達が遅れ、実施できずにいた。10月9日、村部が爆弾の防発事故を起こし、当局の注意を引く。劉福本は省翼武けらと共に、小朝街にある本部で緊急会議を開催。夜には決起を行うことを決定するが、その会議の最中に新軍による襲撃を受けてしまう。 小翼部は逃亡に成功したが、劉福元は、法祖藩、楊広島猿と共に新軍に逮捕され、10日早朝に斬首刑に処された。10月10日夜、近朝竜と、帝帝国の2名が上官である、東広勝の就身命令をめぐって、トラブルとなった末に、東広勝を銃殺する事件が起きる。それを後期と見た、信会代表平羊羊は決起し、 武将危機が勃発した。武将には、三人の姓にちなんで名付けられた、交流用事がある。1931年、彼らが処刑された古高宗特府、東門跡の武将造船所東大門に、三列誌帝が設立された。1991年の武将八十周年、記念において、武将区人民政府は、記念行事を開催、武将競馬場に三列誌の像を混流した。 ありがとうございます。